レンフェ120系電車は、スペインのカフが製造し、レンフェの高速列車、アルビア向けに導入された、機関化変対応の電車である。本形式は、カフ製のモニター付き機関化変車軸を採用し、高速新線の標準機と、在来路線の高機関に設けられた切り替え区間を停車することなく、1分間で台車の機関変更を行うことができる。104系電車をベースにしており、 4両編成前者が電動車である。駆動用電動機は各車両の床下に2台走過されている。基幹可変は車軸に沿って車輪が移動する方式が採用され、車軸はスプラインで駆動力を伝達する。120系は高速新線と在来路線の両区間を走行できる要基幹可変が可能な他に副電圧に対応しており、 高速新線上では最高時速 250km、在来路線上では時速 220km での走行が可能である。短い4両編成の構成によって、高速新線から在来路線区間へのきめ細かい輸送に対応している。レンフェでは57編成を発注し、2005年より1次車十二編成の受領を開始した。続いて、二次車以降の十五編成を順次。 受領している。現在、29編成が運用についており、アトーチ駅、フランサ駅間にマドリードバルセロナ高速線経由で2005年以降投入されている。2008年以降、若干の編成は490系を使用し、輸送力が不足気味のアラリスの増強用に運用されている。編成定員は237名で、 ビジネスクラスにあたる一等車のプレフェレンテが81名、エコノミークラスにあたる二等車のトゥリスタが156名の構成である。他にカフェテリアの飲食設備を備えている。雑席にはコンセントプラグを装備しておらず、カフェテリアと客室に清掃用などに使う220、ボルト 16A の業務用プラグを備えている。2008年9月15日より120系による、 マドリード・バレンシア、カステリオン・マドリード間の運用が130系に置き換えられた。120系の新たな運用区間であるバルセロナ、b ゴ間では高速新線経由で、従来の急行列車に比べると、片道2時間30分ほどの所要時間の短縮となっている。2006年後半からトルコ高速鉄道の案から、イスタンブール用20編成が輸出され、 トルコ国鉄の HT65000 系として導入された。これらは機関可変電車ではなく、標準機専用で最高速度時速 260km の高速車両として導入されている。ありがとうございます。